先週、おととい、その前ぐらいのニュースを最速で皆様にお届けするニュースヘッドラインのコーナーがやってまいりました。お伝えするのはもちろん、セムです。まずはこちらのニュースから。新型コロナ、2類から5類へ、岸田首相、第7波収束後に、遅えよ、岸田、遅えんだよ、遅えよ、遅えよ。やっとこの日がやってまいりましたね。いわゆるコロナ禍が終わる日ですね。重症化率 0.2% 以下ですからね。インフルエンザ並みになったんですね、今。ここでちょっと考えてほしいのがですね、ワクチンを打ってない人はですね、相変わらずこう重症化率が高いみたいな。なんで今まで我々がですね、行動制限をしたかというと、ワクチンを打ってない人のために行動制限をしてたようなもんなんですね。なんで、せめてワクチンを打ってる人は行動制限をなくしてくださいって言っていたんですけれどもですね、いわゆる差別するなとか、ワクチンは打ちたくないから打たないんだとかいう、いわゆるお気持ち系ですね。ゼロコロナを目指せって言ってる人もいるんですよね。どっちの声が大きいかというと、まあ、皆様の判断にお任せしますが、まあ、いわゆる濃厚接触者 PCR 検査を一万通やらなくちゃいけなくなっちゃってるんですね。これで保健所業務が完全にパンクしていると。熱が出た人だけ病院に来ればいい。実効再生産数なんですけれども、私が今日確認した数字で 1.1 を切っております。まあ、今週来週ぐらいがですね、ピーク、そうですね、お盆明けぐらいからぐっぐっぐっと下がってくるんじゃないですかね。この5類の変更というのはまあ10月ぐらいになるのかなーなんて思っております。はい、次のニュースです。台湾関係いきます。ペロシさん、80歳のおばあちゃんなんですけど、ペロシ、なんとですね、訪問いたしました、台湾。それにブチ切れた中国がですね、福建省、台湾との海を挟んでの国境ですね、に戦車をずらっと並べてですね、なけなしの空母2隻を派遣したという。まあ、そんなペロシさんなんですけれども、何の障害もなく台湾に行って、美味しいご飯を食べて帰られたそうでございます。次は韓国行って日本に来るそうでございます。ここでのポイントは、台湾に強いコミットメントをしたということですね。台湾防衛に対するコミットメントをされたということでございます。まあ、非常にいいことだと思いますね。岸田ちゃんとしろよ、お前。今年の6月にですね、アメリカの議会でですね、37兆円規模のですね、半導体産業と研究への補助金が決まっております。下地作りとして、補助金のうち7兆円はアメリカ国内ですね、工場、半導体工場に支給されるようなので、TSMC ですね、世界一の半導体の工場の会社なんですけど、TSMC。と、アメリカのフェニックスってところでですね、バンバンやるということで。で、さらにですね、技術者が足らないから、年間の生産量がちょっと絞られてるみたいなんですよ。それをなんとかせえというふうにアメリカが突っつき、つまりですね、この世界的な半導体不足もですね、この包帯でちょっとなんとかなるかもしれないし、そうすると、日本の自動車産業もですね、バンバン良くなるかもしれないし、まあ、もし、アメリカじゃなくて、なんかもうちょっと違う土地で作りたいなということだったら、日本の鳥取とかすごい土地代安いんですけどね。あとはですね、日本の問題はですね、すごく安くなってますんで、電気代ですね。この電気代をどうにかすれば、世界から工場がバンバンやってくると思いますんでね。というか、まあ、電気代の問題はまあ、我々にどうしようもないんで、おい、岸田、握手だよ、握手だよ。ペロシさん、ナイスな仕事をされますね、本当にね。ナンシー・ペロシ、トランプ大統領と大喧嘩を毎回している方でございまして、その罵り合いがすごく面白かった方なんですけどもですね。はい。そんなこんなでですね、岸田、こんな余計なことだけはしっかりやってます。最低賃金31円上げ !961 円になるみたいですね。で、高橋洋一先生が、このようなことを言っておられます。ドン。最低賃金は雇用の改善状況で決めたらいいが、せいぜい23円、2.5 円アップ程度だろう。岸田、ちょっと無理してるぞ。その通りなんですよ。こうやってこう最低賃金をですね、上げるとですね、失業率が下がるんですね。障害者の方とか、社会弱者の場合が多いんですよ。そういう人が首を切られる契機になるんではないかということを、まともな経済学者は心配しております。まあでも、いいことしたつもりなんでしょうね、岸氏。もういい加減にしてほしいですね。こういうことを余計なことしなくていいから、黙って原発動かせばいいんですよ。そしたら勝手に人手不足になって、どんどん賃金上がってくるんですよ。無能は、頑張って、余計なことをする奴のことを無能って言うんですよ。本当に何もしない奴は意外と無能って言われないんですよね。市場に任せてください。はい。あなたより賢いですから。はい、次。こちらの画像をご覧ください。この方、持ってますよね。出てくる前まではこうきちんと整えてたのに、突風が吹き荒れてですね、こう、ズバー。すごい方ですよね、これ。本当にすごいと思う。全国にお笑いを
提供してくれましたね。4630万猫ババ横領しようとした田口翔被告ですね。まあ魔が差しだった気持ちはわからんでもないんですよ。僕もちょっと使うと思いますね。エアコンとか買い替えたりとかしたかもしれませんね。まともに働いてきちんと納税をすることで社会に還元してほしいですね。はい。まあ猫ババって言えばこの人たちですよね。はい。ナチス所有の金塊売春宿から発見。すごいニュースですね。ナチスが持ってた300億円分に及ぶ金塊がナチスの人たちが使っていた晩秋院宿から発見されたと。親衛隊の日記と宝の地図が一致したそうでございます。こういうなんかこう日記とか宝の地図とかいうお話をですね、聞くとですね、やっぱり僕も男の子なので、すごくワクワクドキドキしますね。宝探しですからね、晩秋院宿に行くのは。宝探しですからね、宝探し。そんなこんなでですね、もっとしょぼいニュースです。インドネシアからですね、インドネシアの旅行者、オーストラリアに朝マックを持って行ったところ、罰金25万円。なんと、密輸と認定！ 25 万円の罰金を課されたそうでございます。オーストラリアはですね、害虫や疫病の侵入から農業を守るため、非常に厳しい検疫制度を設けているそうでございまして、インドネシアではですね、まあ、口蹄疫が発生したということで、こういった、食料品とか一切輸入しちゃダメということになってたそうでございます。胃に収めて来られたら、全く何も問題なかったんですけど、飛行機の時間が間に合わねえっつってなんかこう、カバンに入れたまま慌てて走ったんでしょうね。オーストラリアに行くときは、食べ物は胃に収めて、はい、皆さん覚えておいてくださいね。続きましてこちらのニュースから。1兆円をかけた望遠鏡、なんとすぐに破損してしまった。先週か先々週、1兆円の望遠鏡を宇宙に打ち上げたよっていうお話をさせていただいたと思うんですけれどもですね。打ち上げて、やれやれの、やっと動き始めたって言ったらですね、スペースデプリ、宇宙で漂うゴミですね、にガーンってぶつかってですね、故障してしまったそうでございます。一応、まだ全然動くみたいでございますね。スペースデプリ、宇宙のゴミってですね、ものすごい速さで動いてるんですよ。地球の引力で、スイングバイって言いまして、まあ、この、滑空してどん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 加速していくんですね。こんなちっちゃいものでも、もう致命傷になるぐらい大打撃を受けちゃうんですよね。毎回宇宙の話をするとですね、私言うんですけども、この双子のブラックホール、もうすぐ合体するブラックホール、あと100日だよって言われてる割にはですね、全くニュースが、その続きが、来ませんね。100日以上は経ったはずなんですけどね。もういい加減なことを言う学者もいるもんでございますね。そうそう、このニュースをやっときます。セアカコケグモ大量発生。鳥取県でですね、噛まれたら死んじゃうかもしれないセアカコケグモっていうやつがあるんですけれども、これがですね、なんと50匹見つかったそうです。見つかったところはですね、海家温泉町学び園、うちの学び園があるところのすぐそばです。こんな見た目してますんで、かわいい、何これとか言ってツンツンしたらダメですよ。噛まれたら死んじゃいますんでね。亜熱帯の生き物もですね、日本に繁殖し始めたということでございまして、皆さんお気をつけください。セブでした。